みなさんこんにちは、ネイルブックチャンネルのキララです。あやみんです。はい、このネイルブックチャンネルではネイル初心者の方のためのハウツーや、ネイルとはどういうことかということを紹介してまいります。前回の動画では実際にサロンに行った時の、ネイルがどうやって進んでいくかだったり、ネットでの噂の真相を確かめてまいりました。ここまで学んでみてどうですか？自分の気に入ったサロンどうやって見つければいいんだろうっていう、あります。はい、そうですね。今まで見てきていよいよサロンを予約したいっていう方もいらっしゃると思うんですが、今回はそんなあやみんと皆さんのために自分好みに合ったサロンの選び方を紹介してまいりたいと思います。それでは本編どうぞ。いよいよサロン選びになるんですけど、はい、まずどんな風に決めればいいですか？はい、まず一番大事なのは予算を決めておくと選びやすいかなと思います。ネイルサロンでは数千円でできるものから、高価なものだと数万円までかかったり、結構幅が広くって、値付けの基準も結構サロンさんによって様々なので、自分で大体いくらぐらい出せるかなって無理のない範囲で予算を決めていくといいかなと思います。続いて、デザインをざっくり決めておくのもありかなと思います。デザインのジャンルだったり、もうこれは絶対にしたいというアートがあれば、そういうのを決めておくのもいいかなと思います。そしてネイルブックで検索すると結構カテゴリー別に見られるので、シンプルなものから、フレンチネイルだったりとか大理石ネイルとか、最近流行ってるニュアンスネイルとか、キーワード入れて探していただくといっぱい出てくるので、あとはピンクにしたいとか、ガーリーなイメージとか、あとはオフィスでも大丈夫なシンプルなネイルにしたいとか、ざっくり決めておくと伝えやすいんじゃないかなと思います。なんかこうキラキラしたネイルがいいみたいなだけでも大丈夫ですか？あ、そうですね。具体的にデザインが決まってなくても、ちょっとしたヒントがあれば、やっぱりネイルのプロのネイリストさんがしてくれるので、よく相談しながらネイルを進めてくれるんじゃないかなと。結構そのネイルの見本とかも見せてくれるので、相談しながらできると思います。自分に合ったサロンはどうやって見分けたらいいですか？はい、こういうデザインしてくれるかなっていうのももちろんなんですが、それ以外にもネイルブックだともういろんな情報が載っているので、気になったサロンがあったらそのページを隅々まで見るのが一番いいかなと思います。例えば内装が素敵とか、ネイルのこだわりがあるとか、そういうのも載っているので、ぜひチェックしてみたらいいかなと思います。そしてネイルブック特有のネイリスト紹介文というのがあって、例えばお子さんがいますとか、犬を飼ってますとか、ちょっとプライベートな部分まで書いてあるので、ちょっと会話のきっかけになったりとか、この人気が合いそうだなっていうネイリストさんが決まるかなと思います。やっぱりネイリストさんと何時間も初対面で一緒にいるので、ちょっとやっぱり趣味が合いそうな方を見つけていくのが、選ぶいいポイントかなと思います。じっくり読んでおいた方がいいですね。そうです。ネイルブックのサロンページには、いろんな方が書いている口コミもあって、例えば話しやすくて時間が経つのがあっという間だったとか、デザインあんまり決まってなかったけど親身になって相談してくれたとか、いろんな口コミが書いてあるので、例えばデザインが決まってないんだけどって心配なことを、その口コミを見て解消できるようなことが書いてあれば、そこを見て選ぶというのもきっといいかなと思います。口コミ私読むの好きなので、はい、たくさん読みます。来店するまでにやっておくべきこととかありますか？はい、予約すると予約が終わったってなりがちなんですが、予約が終わった後にサロンさんからメッセージが届くので、その当日の注意事項だったりとか、キャンセルについてのお知らせとか、結構大事なことが書いてあるので、ぜひそれは読んでおくといいかなと思います。もちろん無断キャンセルはとっても失礼ですし、迷惑かけてしまうので、無断キャンセルだけはやめましょう。はい、体調悪くなったりとか、はい、そういう時はどうしたらいいですか？それは仕方のないことなので、どんだけ遅くなってもいいので、ぜひサロンさんにお電話して、体調悪くなっちゃったんですけどって素直に伝えていただくのがマナーですので、ぜひ無断キャンセルはせずに、何かあったら相談していただければいいかなと思います。はい、あとはプライベートのネイルサロンさんですと、ご自宅でやられてる方とかいらっしゃるので、その場合現金のみだったりとかするので、結構支払い方法をきちんとチェックしていくのもいいと思います。はい、初対面でその要望だったりとかを伝えるのってちょっと伝えにくいかなって思うんですけど、そうですよね、はい、ネイルブックですとメッセージ機能というのがあるので、事前に初
始めていくんですけどとか、こういうデザインにしたいんですけどっていうのをやり取りができるので、まあ、そういったやり取りを事前にネイリストさんとしておくと当日あまり緊張しないでいけるかなと思います。はい、ということで今回のネイルブックチャンネルではサロンに予約する時のポイントをお伝えしてまいりました。どうでしたか？サロン選びっていうのはデザインだけじゃなくっていろんな判断基準があるんだなっていうのでとっても勉強になりました。そうですね、ネイルブックにはたくさんの情報が載っているので隅々まで見てからサロンを選ぶのがいいんじゃないかなと思います。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。そして次回は、来店前にちょっとした準備だったりとか、まあ、気をつけることなんかをお伝えしてまいりたいと思います。それではまた次回のネイルブックチャンネルでお会いしましょう。またねー。